あ、こんにちは、グランピーです。なんかこうやって話すとついつい長話するんですけど、今日はあの8分ちょうどぐらいで喋ろうと思います。今日はムーツの自転車のフレームがあるんで、それの紹介をします。まだ見せないです。で、今回紹介するのが2本あって、バムーツっていう、もうなんか一見するとこうバームクーヘンみたいな名前があるんですけど、バムーツっていう、まあスタンダードのロードバイクと、あとバムーツ、LT っていうライトツーリングモデル、その2つあるんで、それをあの別々に紹介します。で、これが、新品のチタンのフレームで再入荷しないモデルになるので、もしあれちょっと俺かなっていう人いたら、あのもう早めに連絡をください。で、以前あのバムーツの50のサイズがまあ売れそうになったんですけど、ちょっと都合によりキャンセルになってしまったんで、まだあの売れてないんでまだあります。そういうわけで、じゃあ紹介します。で、あの昨日の YouTube、ヘルメットの YouTube で、のあだ名がヘルメット面白かったですって、他にも面白い話お待ちしますってあったんですけど、今日特にそういうのないんで普通に喋ってきます。で、まずまあムーツなんですけど、1981年アメリカのコロラドで生まれたブランドがあります。コロラドっていうと、あのトッポデザインとかそういうあのブランドです。で、チューブがあのムーツオリジナルを使っているので、ですね、まあ、厚みとか外形とか形状を変えて乗り心地をまあ変化させるっていうブランドになります。で、まあ、ぶっちゃけもうどんな人に乗ってほしいかっていうと、できればまあ上級者、まあ、自転車をすごい愛してるんだけど最後にチタンが欲しいっていう人にもう本当乗ってほしいです。だから本当はまあ最初チタン、まあ、買ってほしくないんで、まあ、例えばアルミとか黒森とか、カーボンとかいろいろ乗って、やっぱチタンかなって、そういう人にあの僕たちは乗ってほしいと思ってます。で、あのハンドメイドです。で、僕以前あの、ハンドメイドの黒森シエロっていうのを乗ってたんですけど、シエロのロードレーサーディスク乗ってて、それはあのクリス・キングの工場のこの角でこう作られてるんですけど、6年ぐらい前、まあ、実際アメリカに行ってクリス・キングの工場見学して、そこでなんか作られてるシエロとか見ると、なんかすごい鳥肌が立って、やっぱりなんかジャイアント、まあ、ジャイアントって言っちゃったんですけど、なんか大量生産でこうラインでこう並んで作ってるよりは、こういうじっくり作られてる車体とか、まあ、あとパナソニックの工場見学も行ったんですけど、実際工場の中でまあおじさんがこうなんか溶接してるとか、そういうの見ると、やっぱりそういうなんかまあストーリーとか、なんか自分の自転車がこうやって作ってるのだなってまあ見れるんで、なんかそれでが魅力で、僕はだからまあハンドメイドとか黒森系の今ロードバイク、あとシクロクロスが乗ってます、はい。で、この YouTube 見てる方が大体まあ35歳からまあ54歳ぐらいの方、まあ、データがあるんですけど、で、今回ムーツが40周年記念ということで、多分そういう層にぴったりだと思います。で、今まあ、グラベルロードバイクとかディスクロードバイクとか、まあ、ディスクが主流になってるんですけど、そこをあえて、まあ、リムブレーキの、まあ、オールドスクールのブレーキに乗ることによって、逆になんか愛着湧くんじゃないかなと思って、そういう紹介していきます。じゃあまずこの僕のもうここに見えてますけど、バムーツの LT ライトツーリングモデル、これは何が違うかというと、ですね、ダボ穴があります。ここにダボ穴があるので、まあ、キャリアとか、あとまあフェンダーがつきやすいっていうモデルになります。で、フォークもこうやります。で、これ、定価が44万円、新品です。それがなんと倉庫から発掘されて24万8千円で今販売中です。で、適用身長が、これ54サイズなので、トップチューブ、54なんで、まあ、身長が173センチから176センチの人に乗ってほしいサイズ感になります。あと、装着できるタイヤの幅は700の、30C から 32C まで装着可能です。もしフェンダーをつけるんであれば、まあ、28C ぐらいなんですけど、フロントフォークには、ダボ穴がないので、まあ、基本フェンダーはつけれないと思ってもらった方がいいと思います。もしつけるとすれば、まあ、SKS のこの簡易的なフェンダーだったらこれつけれます。で、まあ、これをもし買ったらどこを走るかっていうと、まあ、広島で例えるともう散々売ってますけど、まあ、飛島街道とか島並海道とか、そういうとこをちょっと高速ツーリング、まあ、実際
時速26キロとか32キロぐらいでこう巡航するような感じの人にすごいおすすめのモデルになります、はい、で以前このムーツが入ってきた時にダイヤテックの担当者は寺本さんっていうんですけど、その人がムーツめっちゃ詳しくて、なんか1時間ぐらい電話でこう聞いたんですけど、ちょっと時間が長すぎて忘れちゃったんですけど、ムーツの特徴がちょっとこの寄ってほしいんですけど、この溶接がすごい綺麗。これなんていうかな、なんか内側に溶接することによってこのデコボコしないっていうのがムーツの特徴だそうです、はい、でまあチタンといえばまあセブンサイクルズがあるんですけど、調べたんですけど、セブンサイクルズはだいたい年間2000本のまあカスタムフレームを作ってます。でムーツはそれに対して年間まあ1200本ぐらいを、まあ、だから量産型なんですけど、それを作ってます。でムーツがなんでこのフィッティングとかしないかっていうと、まあ、なんかセブンの悪口じゃないと思うんですけど、なんかやっぱりチューブを細くしたりするとチューブの強度が落ちるので、だからセブンはああいうあのなんていうかなフルオーダーをやってないそうです、はい、これでもしあの身長が173センチから176センチ、もう多分今俺だなっていう人は多分愛知県の方に一人がいると思うんですけど、多分その人です。その人にぜひ買ってください。じゃもう一個紹介します。これは、ちなみにフロントフォーク、セットのモデルで定価44万円が24万8000円で今販売中です、はい、で次これがもうバムーツ、バムーツ、もうそれが言いたいバムーツ、これです。ちょっと僕の顔のピントが合わないようにこういうふうに隠しますけど、こういう感じで、これがバムーツの50のサイズになります。トップチューブが525なんで、身長が168センチから170センチぐらいの人向きです。で新品のチタンフレームです。で装着タイヤ幅は700の、まあ、28C までです。で本当は 30C までいけるんですけど、ですね、このフロントメカのバンドがどうやらタイヤと干渉するようで、マックス700の28だそうです。まあ、これはフロントフォーク別売りになるんですけど、あのエンビのロードフォークの45度、だいたい5万5000円ぐらいなんですけど、あれがあのちょうどいいそうです。それは、今年の4月ぐらいにグランディモード入ってきます。すごい綺麗です。多分僕にピントは多分合うんじゃないかなと思ってフレームにピント、できればこのヘッドチューブあたりのところを寄ってもらって、もう綺麗な感じを見てもらえば、すごい綺麗です。まあ、これ、まあ、どんな人に乗ってほしいかというと、例えばですけど、まあ、今黒森のロードバイク、まあ、パナソニックとか、あとはまあちょっとカーボンフレーム乗ってたんだけどっていう人にもそのままこう移し替えてもらうことができるフレームになります。でこっちは、ライトツーリングモデルになると。700の 32C 相当が入るので、ブレーキがロングアーチといって、昔のジャイアントのロードバイクとか、あとサーリーのペーサーとか、そういうロングアーチのブレーキがの装着になります。でこちらのバムーツの、CR になると普通のまあショートリーチだから、デュラエースとかアルテグラがつけれるブレーキキャリパーになります、はい、です。多分今8分ぐらいなんでそろそろ終わろうと思います、はい、でこれがもう再入荷しないフレームになるので、まあ、この YouTube 見て、やっぱ欲しいなっていう人は、まあグランピーローンもありますし、ちょっとローン通らなかったな、いや通るかなっていう人はの振り込みもあるんで、いや本当にいいフレームだと思うんで、もうぜひ買ってほしい。まあ、今昨日も話したんですけど、ヤマハの SR400 が、まあ、廃盤になるっていう話してなんですけど、やっぱりそういういいものってどん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 なくなっていくんですけど、なくなった瞬間みんな買おうかなっていう人が殺到するんで、やっぱりこういういいものはやっぱりいい人に買ってほしいし、できればなんかなんていうかな、忘れ去られずになんか残っていってほしいブランドかなと思ってます、はい、という感じで今日はムーツの、バムーツ CR とバムーツLT ライトツーリングモデル、それの50サイズと54サイズ、こっちがこれ34万円で、まあデカールキスがあるんで32万3000円、コッパー引きにします。これが身長168センチから170向き、
こっちが身長173から176向きの人になってます。じゃあ YouTube 見たらもう速攻電話、お待ちします。じゃあ終わります。